ドラゴンボール Z ドカンバトル。さあ貴様ら、ドッカンバトルのお時間だ。2023年夏のダブルドッカンフェスタ、8月ももう終わりだかな。というわけで今回はドラゴンボールスーパー未来編ってやつか。さあ最新 LR はこの俺様とカカロット、俺単独も久しいな。さあ LR は合体してベジットブルーだ。やっぱりこの必殺技がファイナルフラッシュってのがいいな。そしてベジットスペシャルというな、謎の技がオリジナルらしいな。さあこいつが今回の大当たり、超速毒性、そしてマイ。なぜトランクスの女だ。さあマイ、お、これは第23回天下一武道会の時のカカロットか。この地球生まれの戦士というやたら広いカテゴリーのリーダーだ。こいつもなかなか下級戦士のおりだな。そして去年末のアルティメットカカロットの書き、そしてこれは7周年かからの鳳凰 LR クーラー、この辺りも入ってきた。フリーザー、これ欲しかったです。そしてセル、まあ、この辺は古くなってきたな。トランクス、ここいつもの、カカロットのゴミどもだな。というこういった LR が5体ピックアップらしいかな。言ってやるか。さあ3回で10連無料パッ。何やら新しい演出も来てるぞ。シュウペイが喜んでたな。お、曲も違うな。近場近だ。どうだ、お、絵が違う。んなんかしょぼくないか。演出来たね。花火だ、夏の終わり。さあクリーン、なんか演出は新しいがしょぼかったな。あねよいしょからのミノシア、嫌な予感がプンプンしやがるぜ。カカロットジャンプの表紙、お、ニゴリバータだな。ブルーなんとかインパルス、ちょっと6でもないな。これはおそらく10連目だけだ。しかもセルーザと見た。マカンコーザップ。さあセルーザか、ナッパ避けろ。ほらセルーザじゃない、フリーザだ。第3形態ですよ。もう8枚以上出ていますね。ひどいな、おい。ひでえな、10連目。まあ、こんなもんだ。20連目、た！さあ、そこそこ流石があるぞ。お、俺だ！よこせ！どうだ？来た！あ！ノーマルベジット。ノーマルか。これはどうなんだ？さあ、トランクス。随分髪が伸び上がったな。さあ、イーシンロン。さあ、ベジッタ、ナッパだな、これは。この俺様にかなうわけがねえんだ。あねよいしょ。お、未来ご飯か。地属性のフェスゲンな。まさかこれの演出じゃないだろうな。そろそろ極限もするか。これで終わりじゃないだろうな。さあ、そんなアルティメット、カカロットのガキ。ああねえ、花火だ、2枚目だ。そろそろこんなやつのフェスゲンなんかも出てくるかもしれんな。さあシサミ、久しぶりだな、シサミさんよ。お、ニゴリバータ、同じようなやつばっかりだな。長兄じゃないのか。さあ大猿の、もう誰でもいいわ。カカロットの親父だ、バーダック。ガーク、フェスゲン出たが未来ご飯とはな。さあ早くも有料分あと1回だ。た LR 来やがれ。お、トランス、ビルス、サマ、天津飯、魔人ブー。そうだ、なんか特にな。1、2、お、中途半端、タイムマシン出ない。さあ極は苦手の極は、さあクーラーだな。 LR の貴様でもいいだろう。あのトランクス、一応未来トランクスと。僕の番だぞ。これいつの間に死んだんだ、未来では。さあそして俺の髪型みたいなクリーン、いやこれはもうザンギャ SR だな。おそらく10連目のみだ。お、
海洋神か。こいつももう8枚9枚出てやがるな。さあ19号。さあ10連目はなんだ、何座だ。あねよいしょ。本よいしょが出ないな。本よいしょってなんだ。あ、大猿、俺だ。魔人ベジータだ。全体攻撃のな、とっくにもう10枚ぐらいは出てるな。というわけで30連ほぼ爆死だが、無料分いってやるぞ。た、今回は相当リーダースキルもいいからな。お、ルートクリリン、これで終わりだ。今回のベジット相当使えそう。お、3か。 SSR は多いか。おー、なんだいきなり。お、さあフェス源第一形態セールだ。コンピューターが生み出した怪物。さあいきなりフェス。お、タゴマ、久しぶりだな。タゴマさんよ、活躍すると思いきや一瞬でフリーザにやれるとは。お、アモンドか。ザーボンさんよ、スーパーザーボン。何がスーパーだ。第一形態セール、ドラゴンボールブレイカーズもよろしく。なんかな、3まで出た割にはな。さあまたチャオズだ。お、さあ南の海洋神九州ブー、第一形態シェル3枚目。お、SR 地のクーラー。いや、もう10連目か。さあどうだ。お、俺だ。あ、違う。さあスーパーサイジン3の GT のカカロットだ。なんか持ってた気もするが、技レベルは上がってないはずだ。さあフェスゲンは一応出てるものの、パッと戦な。もう一周このベジット編でいってやろうじゃねえか。たっ、さあどうだ。お、ピッコロ天津飯18号、黒髪だ。さあ割れるか、タイマシンか。割れた。はい、なっ、ネイル。さあ、お、めでせてね、俺はネイルじゃない。治ってる。さあ長径は出てるが、さあバーダック、これはあれか、 SR か。特に、お、お前、さあ新キャラが一応ゲットだな。今回フェス限ではないが、ピックアップされてる。いや、後ろのやつだ。おい、なんだこいつだわ。よく銃で立ち向かったな。さあナッパ、さあ力の強い R。 お、ペッペラペー、僕の番だぞ。ビリビリの魔術でやっちゃうよ。よいしょ、本よいしょ。こんなんじゃないんだ。おい、カカオとかじゃないんだ。新キャラだが、フェスゲンがどうだ。お、トーマ、あ、これ新しいか、比較的技属性、地属性。ん、なんだこれは。実は初ゲットかもしれんな、これは。多分バーダックのフェスゲンかなんかと一緒にできたやつだな。語り継がれちまう。継がれてねえだろこいつ。こいつのどこが語り継がれてるんだ。さああと2回、プラス無料分だ。少しずつ運は上がってきやがったような気がする。俺だ。合体するか。ベジータ出てるぞ。1時間だけ我慢してやる。おお、ブルーかからのノーマルか。さっき未来ご飯だったからな、そこまで期待せん方がいいぜ。ただ折れてたな。第一形態セル、第一形態セル、第一形態ドドリア。そこはセルやってほしかったな。お、タンバリンじゃなくて、タンバリンではなく、タンバトランクス。いや、フェスゲンだが、今回極限しないんじゃないか、こいつは。とっくに 100% だ。これか、もしかして。姉のためのベジットか。せめてその、お、ギニューはギニュー。トランクスは持ってるぞ、とっくに。あと、多いんだ、今、あの、SSR のよくわからんトランクス。イベントで落ちるやつが。なんか、何種類かあるだろう。なんだ、あれは。なんで卵の殻持ってるんですよ。で、お、鶴仙人とシェンも。ああ、年老いし者カテゴリーな。お、バーダックだ。
これはなんだ、大猿だからな、タイか。極限して強いけどな、そこそこかなり使えはするが、持ってるんだこのまま特に。さあ残り20連になっちまったな。こっちこっちの反対石が一気に弾けて渡り上がる。さあ俺はいない、ろくなやつがいないな。トランクスが行くぞ。さあ黒髪、割れたところでだ。さあどうだ、分かったぞ。第一形態セル、カメハネ。さあ、いい進路。さあ、セルジュニア。ろくな。ろくなやつらじゃないな。姉よいしょ。インフィニットバレよいしょ。さあ、ジャージご飯。いや、もうちょっと、おい、どうなんだ？第一形態セル。どうしたんだい、ピッコロくん。さあ、ちょっとご飯。そう、パンちゃん、久しぶり。ということは10連目はサタンか、チノ。お、マルカリータ。さあ第、11宇宙の天使。戦ってねえだろうが。まあ持ってはいるが虹ではなかったはずだ。かーくそったれ。何が未来編ピックアップだ。さあベジット編ラスト、無料分で奇跡を起こしてやるぜ。よこせ。さあ俺いるぞ、ウイスもいるぞ。お、あれ撃ったな、とっとと戻すか。ん、割れもしない、割れた。割れたとてだろう。よいしょー、ほんよいしょー。期待できそうにないな。さあリクーン、若者扱いしやがって。さあ R、 SR。お、なんかバーダック多いな今日。スーパーサイヤ人バーダックが多い。これなんだ、バーダか、ギニュー。くそったりめ、ほんよいしょ。さあこれラディッツだ、戦闘力1500、ゴミめ。お、第三形態フリーザですね。お久しぶり、20連目以来ぐらいですかね。ちょっと待って、俺ほんと10連目だぞ。チャオマンか？よっ！さあ16号、エチ属性。これももう虹だった気がするな。この覚醒前の絵はあんま覚えてないからな。終わりだ！なかなかだな、今回。さあ80連、ノー LR で、フィニッシュだ。だが、これで終わりじゃないぞ。今回はさらに強力という噂の合体ザマスもあるからな。そっちの方楽しみにしておけ。じゃあな。